現代人でもミイラになれる。ミイラといえばツタンカーメンが包帯ぐるぐる巻きにされてるやつ。古代エジプトあたりのお話なので、そのぐらいのふわっとした認識の方も多いでしょう。日本は特に仮想の国ですので、死んだらミイラにしてもらいたいと思う人もそんなに多くはないでしょうが、実は現代の一般市民でもお金さえ払えばミイラになる手段はあるそうです。遺体の永久保存技術はロシアが最高技術を保有しており、キム・イルソンやレーニン、毛沢東など名だたる重要人物も生きていた頃のような状態でエンバーミング処理されています。このロシアの技術の場合、製作に1体8000万円、維持費も年間6000万円以上かかるので、そうそう我々が受けられるものではありません。ですが、どうしてもミイラになりたいあなたに朗報です。アメリカのユタ州にはミイラ製造の専門組織があるのです。お値段は1体700万円ほど。作業にかかる日数は約120日で、やり方は古代エジプトのものに似ているそうです。オプションでミイラには生前の姿をしたマスクをかぶせるのか、棺に納めるのか、それとも別の何かに納めるのか、ミイラルームも欲しいのかなどが選択可能とのこと。ただし日本人がミイラになる場合は法律上どうも不都合がいろいろあるようなので、ご注意ください。面倒なので私は普通の仮装でいいです。なんなら葬式呼ぶ友達もいないので、病院から火葬場直行の激安プランで十分です。ゆで卵は生卵に戻せる。しまった、生卵を食べたかったのにゆで卵を作っちゃったとか、コンビニで生卵を買うつもりだったのにうっかりゆで卵を買ってしまった。こんな経験誰しも一度はあるわけありませんね。というか、ほとんどの人類にとってゆで卵を生卵に戻すのは全く使いどころがない技術なのですが、この世の中にはゆで卵を生卵に戻す技術がございます。しかもこれ結構重大な発見だったりするのです。ゆで卵を生卵に戻す技術はカリフォルニア大学が開発したのですが、卵を茹でて熱変性したタンパク質に尿素を加えた後、マイクロ流体薄膜を通すことで機械的圧力を加えると塊がほぐれて元の液状に戻るという技法で、イグノーベル賞も受賞しています。この技術は一見ふざけていますが、医薬品の研究開発において一度変性したタンパク質が再利用できる技術として安価な製品開発をするために役立っているそうです。ゆで卵、昔はコンビニのレジ横に置いてあったのに、そういえば今はもう見かけませんね。いつゆでたかわからないゆで卵を常温で長時間放置するとか、今考えれば恐ろしくてたまらないシステムです。美味しかったですけど。ヒエログリフの鳥の中でフクロウだけがこっちを見ている。ヒエログリフとは古代エジプト文字の総称です。フクロウやコブラなどが出てくるザ・エジプトというイメージの象形文字です。神殿や墓、石碑や彫像などに記され、その内容は祈りの言葉や死者に対するお供え物だったそうです。文字の中には足や手といった人間のパーツや、マムシ、コブラ、ライオンやサザナミ、足の穂など600から700種類の絵が利用されていました。
その中でもよく見かけるのは鳥。鳥も一種類ではなく、スズメ、トキ、コウノトリ、ハヤブサ、ウ、フクロウ、ウズラのヒナ、ハゲワシなど多数の種類が描かれています。また、同じ種類の鳥でも、足を曲げたもの、には並んだもの、首を曲げたものなど、異なる動きがついた文字が存在しています。このような鳥の場合は、どれも頭を左側に向けた横向きとして描かれているのですが、フクロウだけは異なります。すべてのポーズにおいて、体は左向き、顔だけ真正面を向いているのです。その様はまさに、こっちみんな。絵の話は言葉ではこれ以上の説明が難しいので、ちょっとだけ画像を載せておきますね。こっちみんな。iPS 細胞の名付けの裏にアップル社が絡んでいる。アップル社とは iPhone で有名なアメリカのあのアップルのことです。そして iPS 細胞はノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授が研究をしている人工多能性幹細胞のことです。この iPS 細胞、表記をすると頭の I の字だけなぜか小文字になっていますよね。この小文字の I はアップル社の爆発的大ヒット商品 iPod からパクっているのです。パクリというのは冗談ですが、山中教授はこの細胞の命名の際、iPS 細胞も多くの人に覚えてほしいという思いがあったため、当時大流行していた携帯音楽プレイヤー iPod にあやかり、先頭の文字 I を小文字にしたのは事実です。すごいのはその狙い通り、現在では世界中に名が知れ渡ったこと。ノーベル賞まで取っているので、ある意味本家 iPod さえ超えています。この理論を適用すると、頭文字に I をつけ、それを小文字にすればおそらく有名になれるはず。私の名前は井村で、ちょうど先頭の文字が I です。これからは自分の名前を書く際は、とりあえず先頭だけ小文字で、残りを大文字で書くようにしたいと思います。これでいつか私も世界の井村になれるはず。英語喋れないけど、塩でできたホテルが実在する。日本にもスタッフがロボットだらけの変なホテルなど一風変わったコンセプトホテルがありますが、世の中には天井から壁からベッドまで全て塩でできた塩コンセプトのホテルも存在します。塩といえば博多の塩じゃなくて、世界的な話で言えば南米ボリビアのウユニ塩湖が有名ですが、湖の周囲には3つの塩のホテルが存在します。ベッドも塩、床も塩、外壁も塩、テーブルも椅子も塩。レストランでは塩をコンセプトとした料理も楽しめます。なお、寝心地が心配な塩のベッドには、塩ではない普通のマットレスが設置してあり、ぐっすり眠れるそうですが、ここまで塩にこだわるなら、そこは妥協しないでゴリゴリの岩塩ブロックの上で寝ろとしてほしかったです。岩塩ベッドに毛布代わりの塩をまとい、塩に埋もれて眠る。翌朝には水分が全部抜けて、ミイラの出来上がりです。レーザーは頭文字を並べたもの。レーザービームのレーザー、レーザープリンターのレーザー、何のレーザーでもいいですが、とにかくそのレーザー。フルネームがレーザーだと思っていませんか？
実はレーザーは略語です。正式名称はライトアンプリフィケーションバイステイミュレーテッドエミッションオブラジエーション、誘導放出による光の増幅という意味で、その頭文字を並べた読みが LASER レーザーなのです。ちなみにメープル超合金の赤い服のカズレーザーの名前のレーザー部分は、仮面ライダー V3 に登場する怪人カニレーザーから取ったもの。カニレーザーは全方位に強力なレーザーを放って戦うので、多分カニレーザーのレーザーもレーザーのレーザーから命名されており、ということはカズレーザーのレーザーも元を正せばレーザーのレーザーかと思われます。皆さんはと思ったでしょ。私も自分で言っててそう思いました。バスも略語。レーザーが実は略語ということで驚かれた方も多いと思いますが、身近なところで言うと乗り物のバスも略語です。まさかバリバリうるさいけどスイスイ走る車、略してバスとか、性格のいい方の大悟みたいなことを期待していた方、残念。略語は略語ですが、そこまでパンチはありません。バスはドラマやアニメ、音楽 CD の発売形式などで耳にするオムニバス形式のオムニバスの略です。オムニバスはもともとラテン語で、すべての人々のためにという意味。後に乗り合い馬車、乗り合い自動車の意味も加わり、現在のバスの語源になったと考えられています。英語の教科書の最初の方で、バスが BAS ではなく BUS と出てきたことで、意味不明すぎて、私の英語人生はそこで終わりました。英語圏に生まれたかったです。ペペロンチーノも略語。レーザー、バスに続き、もう一つ意外な略語をご紹介します。パスタ料理のペペロンチーノです。実はこの料理の正式名称はアーリオオーリオペペロンチーノ。ペペロンチーノだけでは唐辛子しか意味せず、ニンニクを意味するアーリオ、オリーブオイルを意味するオーリオ、この3つがくっつくことで例のパスタ料理ペペロンチーノが完成します。ペペロンチーノはイタリアでは絶望のパスタとも呼ばれているそうですが、これはランチにうっかり食べてしまうとオフィス中ニンニク臭くて大変なことになるという絶望感から来ているのではありません。貧困のどん底にあってもオリーブオイルとニンニクと唐辛子さえあればなんとかなるパスタという意味なのだそうです。ええ、ランチにうっかり絶望パスタを食べて絶望したこと一度や二度ではありません。スタジオジブリが作ったエヴァンゲリオンがある。エヴァンゲリオンといえば、昨年映画が公開され15年かかって新劇場版も完成した人造人間戦闘アニメです。今年の紅白にもお茶の間が凍りつく演出で特集が組まれていましたね。このエヴァンゲリオン、実は1995年から放送していたアニメ版には1話だけスタジオジブリが制作で関わっています。スタジオジブリとはご存知、トトロでおなじみのほっこり系アニメの制作会社です。関わっているのは第11話静止した闇の中でという回です。エヴァンゲリオンの監督である庵野氏はもともとナウシカの作画も担当しており、
スタジオジブリとの関係が深かったのですが、エヴァンゲリオンの制作途中で間に合わなくなった庵野氏は、スタジオジブリに制作協力を依頼、台本も他の回に比べスタジオジブリでも対応しやすいよう日常シーン多めのものを用意したそうです。ちなみにどうでもいい情報ですが、庵野監督が結婚した時の仲人は宮崎駿監督が務めたようですよ。仲人という言葉にちょっと昭和を感じてしまいました。いや、アニメ版エヴァンゲリオンを見ていた時点で自分もだいぶ昭和なのですが、自然界には鉄の鎧をまといし生物がいる。地球上の生物は体の主成分をタンパク質としているものがほとんどですが、たまに知らぬ間におかしな進化をしているものもあります。インド洋に生息する絶滅危惧種のウロコフネタマガイもその一つ。2001年に海底の熱水噴出口で発見された巻貝の仲間で、足が硫化鉄を主成分とした何百もの硬い鱗に覆われています。鉄の鎧をまとう理由は捕食者から身を守るためという説が最も有力で、2010年の研究ではこの鉄の外殻の構造は多層からなり、耐用性に富み、折れたり曲がったりしにくいことが分かっています。近年の研究ではどうやら周囲の海水の鉄分から鉄の鎧を作り出しているところまでは分かっているのですが、それがどのような方法で生成されているのかはまだ分かっていません。日本でも新江ノ島水族館で数日間だけ飼育されたことがあるそうで、現在は標本展示がある模様です。生物の適応と進化、確かにすごいのですが、この回はちっともおいしくなさそうなので、なんかどうでもいいです。私はホタテのバター焼きが好きです。最も隕石が見つかるのは南極。隕石とはご存知、宇宙から地球に落ちてきた石のことです。宇宙空間を漂う石や星は地球の引力に引っ張られ地球に突っ込んできますが、大気との摩擦により燃え尽きることなく地上まで到達したものが隕石です。途中で燃え尽きてしまったものは流星、その中でもひときわ明るいものは火球として観察されます。隕石は年間数千から数万個落ちているとも言われていますが、そのうち実際に見つかるのは10個ほどだそうです。そして隕石が最も見つかりやすいのは南極です。現存する隕石の約 70% は南極で採集されたものです。隕石の分類上、南極で発見された隕石を南極隕石、それ以外を非南極隕石と呼ぶことからも、いかに南極で見つかる隕石の数が多いかわかるでしょう。そうは言っても南極めがけて落ちる割合が多いのではありません。地球上すべてにほぼ同じ割合で落ちてきています。単に南極に落ちた隕石が発見しやすいだけなのです。南極は人間の活動が制限されているため汚染や風化が起こりにくく、氷に落下した隕石が年月をかけて地表にそのままの形で現れることも多いのです。気づいてないだけで、お宅のお庭にも隕石は落ちているかもしれません。サイズや成分の希少性によっては1億円以上で取引される隕石もありますが、自宅の庭に落ちて無事で済んでいるサイズなんてどうせ高値はつかないので、隕石探しで一攫千金狙いは
やめときます。おしどりは相手をとっかえひっかえする。仲がいい夫婦のことを指すおしどり夫婦。このモデルとなっている鳥のおしどりは、実は世に浸透しているおしどり夫婦の概念とは似ても似つかぬ生態をしています。つがいになっても繁殖シーズンが終われば次の相手を探して別れてしまうのです。でもおしどり夫婦というぐらいなのだから、せめてシーズン中に生まれたヒナは巣立つまでの間一緒に子育てをしているんでしょうと思う方もいるかもしれませんが、なんとオスは全く子育てをしません。ヒナが生まれた頃にはオスは次のメスを探しにもうどっかに消えてしまっています。責任取らないやり逃げ男と一緒です。ではなぜこのやり逃げ男のおしどりがおしどり夫婦の語源になったかというと、つがいの間は仲睦まじくペアで寄り添って協力して生活しているからです。ラブラブに見える人間のおしどり夫婦でも、実は裏でお互いに不倫してたりしますからね。人間界も鳥界も本質はそんなところなのでしょう。いろんな意味で怖い怖い。血液は体を30秒で一回りする。体内を流れる血液量は体重1キログラムあたり約80ミリリットルで、体重50キロの人の血液量は約4リットルあります。この血液の通り道血管は極小の毛細血管まで含めると長さ10万キロメートルとも言われています。全部つなぎ合わせれば血管だけで地球を2周半できる長さです。そんな膨大な距離を端から端まで走れと言われたら数十日、いや途中で諦めて力尽きそうなので多分数年かかっても無理な話なのですが、人体さんはなんとそれを30秒でこなしています。肝心なことなのでもう一度言います。心臓から出た血液が体内をめぐり再び戻ってくるにはたった30秒なのです。もちろんすべての血液が同じ場所を通って同じように流れているわけではありませんが、計算上では時速 200km 以上出ていることになります。こんな速度が出ていれば、そりゃあ動脈を切ったらすごい勢いで血が噴き出すのも納得です。ちなみに全血液量の 30%、約 1.2 リットルの血液が短時間に失われた場合は出血性ショック死をします。そんな現場を見たらこっちがショック死しそうです。勘弁してください。カマキリはゴキブリの仲間。子供に大人気の昆虫の一つ、カマキリ。生きた獲物を大きな鎌でしっかりと捕らえ、むしゃむしゃと捕食してしまう緑色の憎いやつです。カマキリという名前の由来は、鎌で切るから来たという説と、鎌を持つキリギリスから来たという説があります。と、名前の由来になるほど、外見的にはカマキリはキリギリスやバッタに似ています。しかし実は、生物学的に見ると、キリギリスやバッタの仲間ではなく、ゴキブリの仲間に分類されています。そのくせ、ゴキブリを餌として食べています。もう、わけがわかりません。私たちに馴染み深い昆虫カマキリですが、オオカマキリや朝鮮カマキリなど、ごく身近な数種類を除くと、
実は生態や種類についてあまり詳しいことは分かっていません。日本に確実に生息するカマキリの種類数すらはっきりとは分かっていないのが現状です。うちの玄関で門番よろしく両手を広げて威嚇していたカマキリ、もしかしたら未発見の新種だった可能性もあります。あの門番何も守れてない様子でしたが、2枚重ねのティッシュは柔らかさ追求の結果、皆さん鼻をチンするときは何を使いますか？普通はティッシュと答えるでしょう。たまに手という強者もいますけど。ところでティッシュは日本独自の進化を遂げたものです。外国ではティッシュの代わりにトイレットペーパーやキッチンペーパーが利用されているとこもあります。というか、そういうところが多い気がします。しかもそのトイレットペーパーも日本のようにふわふわしておらず、お尻がちぎれるぐらいゴワゴワです。花粉症の時にあんなものを使ったら鼻ごともげてしまうでしょう。日本ではティッシュは一つのボックスに150組300枚入りのものが多く流通しています。1回分のティッシュには2枚の薄い紙がくっついていますよね。これは2枚の紙の間にできる空気層の部分で水分を吸収するため、そして日本人の弱い肌に合わせて柔らかくするため、1枚で2枚分の厚みのティッシュを作ろうとすると紙が硬くなってしまいます。紙には裏表があり、裏のザラザラしている方を内側にして肌に触れる外側がツルツルの面になる工夫まで施されています。こんなに日本人の英知の詰まったティッシュ、鼻をかむときには無駄に何枚も引き抜かず、1枚ずつ大切に使ってくださいね。1回に3枚も使ううちの父への忠告です。北極より南極が寒い。北極も南極もクソ寒い。確かにそうなのですが、どちらがより寒いかというと、実は断然南極が寒いのです。北極では冬場の平均気温がマイナス20度からマイナス30度であるのに対し、南極ではマイナス50度からマイナス60度で、過去に記録した最低気温はマイナス89.2度にもなります。超極寒の地である南極では、観測のための人員は存在するものの、古来からの定住者はおりません。一方で北極圏では、人間は村を形成し生活しています。なお、南極といえばペンギンですが、実は北極にはペンギンは存在しません。これは、南極から北極に向かって赤道を越えようとしても、赤道の周辺には餌がなく越えられないから。そして仮に北極までたどり着いても、北極にはホッキョクグマやホッキョクギツネがおり、生き残ることができないから。空を飛ぶことができればもうちょっと状況が変わったようですが、できないことを言っても仕方ないですよね。飛べない鳥はただの鳥。鉛筆一本で50km かける。小学生時代から慣れ親しんでいる鉛筆。鉛筆の硬さは最も柔らかい 6B から最も薄くて硬い 9H まで全部で17種類あります。この中には B や H、HB だけでなく F という硬さも存在します。ちなみに B は黒いを意味するブラックの B、
H は硬いを意味するハードの H、 F はしっかりしたを意味するファームの F から来ています。小学生時代は2から B を使い、大人になってからは日常では HB を使っている方が多いのではないでしょうか。とはいえ、最近はスマホでメモを取ることも増えたので、鉛筆の出番もめっきり減りましたね。さて、トンボ鉛筆の調べでは、 HB の鉛筆1本で書くことができる筆記距離は約50キロということが判明しています。それに対しシャープペンの芯では 0.5 ミリ HB のシャープ芯を全部使ったとして約240メートルしか書けないそうです。鉛筆の圧勝です。道理で手のひらに埋まって取れなくなっているのはシャーペンの芯ではなく鉛筆の芯なのですね。違うか。小学生の時から手のひらに鉛筆の芯埋まっている方いたらグッドボタン押しといてくださいね。シールはヘアスプレーで剥がせる。新しいお皿を買ったり、プラスチックのボックスを買った時、なんでこのメーカー剥がせるシールにしてないの？バカなの？何なの？とズルズルに残ったシール跡を見て怒り狂った経験、皆様お持ちかと思います。シール剥がし液を常備していればいいのですが、シールが剥がれずに発狂する機会なんて年に一度あるかないか。忘れた頃に起こるので、シール剥がしを常備していないご家庭も多いかと思います。そんな時はお家にあるヘアスプレーをお試しください。貼り付いているシールにヘアスプレーをたっぷりかけて染み込ませ、数分待ってから剥がすだけです。シールの粘着剤は熱に弱いため、お湯に数十分つけて剥ぐ人も多いでしょうが、それが困難な大きなプラスチックケースなどには特に有効な技かと思います。でも最初から商品ラベルを剥がさないで使うというのが最も簡単ですよ。ミニマリストは発狂しそうですが、首相官邸内の池は昔ヘリが着陸できた。現在の首相官邸の玄関前は緑地となっています。しかしここはそれ以前は人工の池でした。この人工池は2005年に循環式の池として整備され、水を抜けばヘリポートとして使用できる作りだったのですが、設備の老朽化で水漏れも起こり、またヘリポートとして使用するにも時間がかかるため、2014年に7500万円かけて埋め立て緑地化されました。なお官邸の屋上にもヘリポート設備はあるそうです。ヘリを使うのは緊急時、なんで作った当初にそこを池にしちゃったんだよって話です。頭のいい人の考えることは凡人にはわかりませんね。福袋は大黒様の袋のこと。お正月の風物詩福袋、皆さんは買いましたか？私はマクドナルドの福袋もスタバの福袋も応募したのに落選し、買えませんでした。新年からついていません。そんな引きこもごも入り乱れる福袋、最近は中身が見える福袋が増え、店側もゴミみたいな売れ残りを詰めると SNS でボロクソに叩かれるのが分かっているので、そうそう変なものばかり詰まった福袋は見かけなくなりました。それでも内袋を平然と売っているのはビレッジヴァンガードぐらいです。あれはネタだからいいのです。さてこの福袋、
もともとは福の神として有名な七福神の大黒天様が打ち出の小槌や米俵と共に抱えている大きな袋のことを指しています。この袋にはお金やお米ではなく幸運や幸福などが入っており、大黒様はその袋から福を分け与えてくれると言われています。今のような商用の福袋が始まったのは江戸や明治頃のようです。起源は諸説ありますが、越後屋が着物の端切れを詰めた袋を格安で販売したことが始まりのようです。その後いろいろな呉服屋が端切れを詰めた袋を販売し、福袋はメジャーとなっていき、明治には端切れだけでなく石鹸や爪楊枝などを入れた多彩な福袋も販売されていたことが記録に残っています。その中には購入額の5倍から10倍相当の中身が入っているものもあり、大人気だったようですよ。福袋でよく見かける表記、〇〇円相当の品が入っています。これほど当てにならないものはありません。実感こもってます。宇宙飛行士も10秒の時は地球に送られる。宇宙飛行士だって宇宙滞在中に病気や怪我をします。ただし宇宙空間でできる治療は地上と比べると大きな差があります。そのためどうしようもない状態の時は地球に送り返されるそうです。スペースシャトルや ISS 内にはクルーメディカルオフィサーという救急医療に対応できるクルーが乗務しており、一般的な救急処置にとどまらず縫合や注射まで対処できるように訓練がされています。またスペースシャトルと ISS のメディカルキットの中には各種医療器具や薬が常備されていますし、 ISS 内には AED も備え付けられています。これらを用いて軽度の病気や怪我に対応すると同時に、重体・重症の場合は地球帰還までの間の状態の安定を図るそうです。それって結構助かる望みうす私地球に住んでいてよかったです。寒い方が身長が伸びる。令和元年度の調査によると、日本人の平均身長は17歳で男性が 170.6 センチ、女性が 157.9 センチとなっています。1900年時点では男性が 157.9 センチ、女性が 146.4 センチですので、日本人の身長はこの120年で大幅に伸びています。とはいえ外国の方と比べると今でも日本人は小さい部類となります。オランダの男性の平均身長は 181.7 センチ、ノルウェーは 179.9 センチと、日本人より10センチ以上平均身長が高い国もあるのです。国によって、また人種によって身長に差が出る理由としては、もちろん栄養状態など様々な要因がありますが、気温も重要な鍵を握っています。一般には温暖な地域よりも寒い地域の方が体が大きくなるのです。これはベルクマンの法則といい、人間だけではなく他の哺乳類にも当てはまります。クマの場合は東南アジアに生息するマレーグマが140センチなのに対し、北海道に生息するヒグマは200センチ、北極グマは250センチと、寒い地域に行くほど平均サイズが大きくなっています。人間も同様で、日本国内だけで見ても
寒い地域と暖かい地域の平均身長は3センチほど異なります。このように差が出てくる理由は体温の保持。常に一定の体温を保つ高温動物の我々人間は、寒い地域では体重を増やし体つきを大きくすることで、体内でより多くの熱を発生させられるように適応しているのです。ですので、身長が低くてお悩みの方は、寒い地域に行けばもっと伸びるかもしれませんよ。でも、移住するなら成長期前にしてくださいね。成長期が終わったおっさんおばさんが寒い地域に引っ越したところで、現地の人より体が小さい分、一人だけ寒い思いをするだけですから。ゴキブリの心臓は血を循環させてない。ゴキブリの血液の話なんて聞きたくない。ええ、皆さんの総意は分かっています。しかし敵を倒すにはまず敵についてよく知ること、戦においては鉄則です。皆さんはゴキブリの血液を見たことありますか？そういえば蚊のように潰しても吸いたてほやほやの赤い血が出てくることはありませんね。その代わりなんかえげつない黄色っぽい液体が出てきます。はい、これこそがゴキブリの血です。血リンパと言います。ゴキブリは肺呼吸ではないので、血の役割は酸素を運ぶことではなく栄養を運ぶことがメインとなります。そのため人間のように一つの心臓から送り出された血液が血管を通り循環するのではなく、12から13の心室に分かれた一つの組織の中を流れています。ゴキブリの背中の胴が酸素化した血液を各心室へ送るのを助けてはいますが、心臓自体が血液を循環させているわけではないのです。心室が何個あろうと、血の色が何色だろうと、敵は敵、情けは無用、切り捨て、ごめん。ミミズには心臓はない。ゴキブリの心臓について詳しくお話ししてしまったので、今度は心臓を持たない生物ミミズのお話です。ミミズとは土に潜って土壌改良してくれる夏のプールサイドで干からびている例の生物です。目がなく手足もなく雌雄同体という地球外生命体のような存在のミミズ。名前の語源も目見えずからメメズになり、転じてミミズになったとも言われており、西日本にはミミズをメメズと呼ぶ地域もあるそうです。メメズって寒い地方の言葉っぽく聞こえますけどね。さてそのミミズ、目がないどころか心臓もありません。ついでに言うと肺もありません。ゴキブリと違って赤い血液が流れてはいるのですが、血管を圧迫して血液循環をさせています。また肺がないので酸素はぬめぬめ湿った皮膚から取り込んでいます。せっかく涼しい土の中に住んでいるのだから、炎天下の外出は控えればいいのに。干からびているやつらが一体どこを目指していたのか聞きたいものです。目はないですが、一応脳は持っているんですけどね。ちょっと考えればわかりそうなものを。マクドナルドのロゴの原型はおっぱい。マクドナルドのロゴといえば黄色で M のマーク。マクドナルドの頭文字の M から来ていると思っている人も多いでしょう。しかし実はこれ間違いです。
本当は女性の豊かな胸から来ているのです。このご時世にそんなことを言うと、世の手厳しいフェミニスト様方が発狂しながらガーガー騒ぎそうですが、事実なのだから仕方ありません。アメリカのマクドナルド1号店には黄色のアーチが店の左右に2本平行にデザインされていました。現在のロゴもそのゴールデンアーチを模して M のようなマークになっています。と、ここまでは表向きの話で、今からその先の深掘りをしていきますが、実はその1号店を改装する際に、当時の経営者がゴールデンアーチをなくそうとしていたところ、デザインコンサルタントをしていた心理学者のルイス・チェスキンがそれを止めました。理由は、その2つのアーチは一組の女性の豊かな胸を象徴しているから。心理学的に女性の胸を象徴する2つのゴールデンアーチをロゴにすることにより、消費者の無意識の欲望を操作し、マクドナルドに行くことを性的に誘惑する効果を狙ったものでした。また、当時のマクドナルドのスローガンが、ママに休みをあげようであり、子供をターゲットにしていたため、この2つのアーチが母親を連想する効果も狙っていたようです。テレビでここまで言うと、マクドナルドは不買運動されてしまうでしょう。だから、この話はあまり広めちゃダメですよ。そっとあなたの胸にしまっておいてください。おっぱいだけにでな。砂漠となるのに気温は関係ない。砂漠といえば、ラクダがいてターバンを巻いた白い服のおじさんがいて、どこもここもクソ暑い。イメージとしてはそんなところでしょう。絵本や映画などで宇宙船や飛行機が不時着するのも、街のど真ん中ではなく大抵砂漠です。確かに地球上の陸地の4分の1が砂漠とも言われていますので、砂漠に不時着するのも確率的にありえなくはありませんが、それにしてもドイツもこいつも不時着しすぎでしょう。そんなこんなでじりじり暑い砂の大地砂漠、定義上は降雨が極端に少なく砂や岩石が多い土地のことを指します。年間降水量が250ミリメートル以下の地域、または降雨量よりも蒸発量の方が多い地域も砂漠と分類されます。そう、雨が少なければ砂漠となるので、気温は正直何度でもいいのです。砂漠という環境自体に暑くなりやすい特性があるため、砂漠イコール暑いイメージとなっていますが、日中砂漠の日向では40度を超える場所でも、日陰では25度前後しかないこともあるし、同じ場所が夜間は0度になったりもするのです。これは空気中の水蒸気量が少ないことにより、気温が大きく変化し、地面が受けた太陽エネルギーがすぐに気温に反映されてしまうからです。住みにくいったらありゃしません。私の顔も冬になって砂漠化しています。朝でも夜でも温度は変わりませんが、滑りやすい靴は裏をサンドペーパーでこする。先日の東京の大雪で多くの人がつるつる滑って、実に楽しそう、あいえ大変そうでございました。テレビでも雪道での滑りを低減するため、靴の裏に絆創膏を貼るという裏技が紹介されていましたので、実際に試した方もいらっしゃるのではないでしょうか。ところで今回ご紹介するのは、雪道ではさすがに恐ろしくて使えないけど、普通の日なら滑り止めとして効果がある裏技です。長年使ったお気に入りの靴を履いた時、
裏側のゴムの溝がツルツルになっていて、床などでずるっと滑った経験、貧乏症の皆様ならお持ちかと思います。そんな時は滑って転倒する前にサンドペーパーで靴の裏をこすってください。こすることでゴムの上に新たに凹凸ができるので滑り止めの効果が生まれます。とはいえ新品の靴ほどの滑り止め効果はありませんので、あくまで延命措置ということで、そんな靴を雪の日に履いて出たら一発で尾底骨を強打することになるのでご注意ください。というか雪の日に革靴を履くなよって話ですが、亀の肋骨は甲羅にくっついている。池で日光浴をしている姿がとてもチャーミングな亀さん。どんくさくてのろまの代表格として名を馳せています。首を引っ張ればスポンと甲羅から出てきそうな気もしますが、あの甲羅は脱げません。なぜなら肋骨が背骨とくっついて板状になったものが甲羅だからです。亀の体は甲羅からスポンと引き抜けるというイメージは、人間で例えるなら口から内臓を引き出せば皮を残して中身だけ抜けると思っているようなものです。まあミイラを作るときはそんな感じですけどね。そんな亀の甲羅の正面は皮膚が角質化しており、子亀の時は柔らかく、成長するにつれて硬くなっていきます。甲羅には表面が強靭な皮革のようなものから硬いケラチン質の板が集まったもの、スッポンのように柔らかいものなど、亀の種類や生活地によってさまざまな特徴があります。なお甲羅が割れてしまうと人間でいう内臓丸出しの状態になりますので、くれぐれも池の亀を持ち上げてコンクリートに叩き落とす遊びはやめましょう。今時そんなことする子いないか。カエルに爆竹突っ込んでいた昭和時代ならやってそうだけど。え、私はやってませんよそんなこと。本当にコロスケはコロッケが好物ではない。キテレツ大百科ご存知でしょうか。平成令和キッズは知らないかもしれません。その昔ドラえもんにそっくりの丸い顔にちょんまげを生やしたロボットと、のび太にそっくりのキテレツというキャラの出るハートフルコメディアニメがテレビで放送されていたのです。ついでに言うと、ビジュアルがジャイアンそっくりの豚ゴリラ、スネちゃまそっくりのとんがりくんと、しずかちゃんそっくりのみよちゃんまで出てきます。若干のキャラの性格の違いはありますが、ビジュアル的にはドラえもんの主要メンバーそのまんまです。よって、知らない世代の中にはドラえもんのパクリだと思う人もいるようですが、パクるも何も作者は同じ藤子 F 不二雄先生です。強いて言うなら藤子先生の手抜き、あ、いえ何でもございません。さてそのドラえもん的立ち位置、ビジュアルをしているコロスケ、ドラえもんがどら焼きを好んで食べるように、アニメではコロスケもコロッケが大好物として描かれています。しかし原作ではコロスケは人間と同じ食事をとり、特に好物に関しての描写はありません。アニメ化するにあたり勝手にコロッケ好きの設定が付け加えられているのです。コロスケの名前の由来は見た目が丸くてコロコロしているからなど諸説ありますが、明らかになっていないそうです。ドラえもんしかり、ロボットが食べた人間のご飯は一体どこに消えているのでしょう。ドラえもんがトイレに行くシーンって記憶にないのですが、押し入れ
うんこまみれなのかな。こんにゃくのようにぐねぐね曲がる石がある。石は一般にゴツゴツしていて硬いものです。そうでないと刑事ドラマで犯人が凶器にできませんものね。でも石は石でもぐねぐね曲がって殺人犯の凶器としては全く役立ちそうにないものもあります。イタコルマイトというブラジルで発見された石です。日本語ではこんにゃく石とも呼ばれます。薄くスライスすると自重でたわみ、ぐねーっと曲がる多数の石英粒からなる石英質岩です。石と同様に重みはあるのになぜかゴムのように曲がるのです。不思議ですね。アメリカやマダガスカル、インド、ロシア、フランスなどで採取することができます。ぐねぐね曲がる理由としては多孔質による可動性と砂の粒子の間にできるヒンジや鎖のようなつながりによると考えられています。曲がる姿を見たい方は概要欄からどうぞ。本当にグネグネしていますよ。ただこれ日本で有効活用されている姿は見たことがありません。おそらく産業的には役立ちどころがない本当にただの石なのでしょうね。つまりゴミ、いやコレクションにおすすめですよ。神社のお守りは刑務所で作られている。初詣、皆さんちゃんと行きましたか？私はまだ行ってません。節分までに来ればセーフとテレビに出ていた神主さんが言っていたので忘れた頃に行くでしょう。忘れるかもしれませんが、さてその初詣でお守りや熊手などを購入した方も多いのではないでしょうか。実は一部の神社仏閣ではそれらのお守り制作は刑務所に外注しています。刑務所に入った受刑者は刑務作業として印刷、紙製品の加工、金属加工などさまざまな作業を行っています。その中の一つにお守りの袋詰め作業があり、おみくじののり付けや熊手の組み立てなどの作業、お守り袋の印刷が行われていることもあるそうです。センター試験の問題の印刷も情報漏洩防止のために刑務所で行っているらしいですし、どこで作っていようといちいち気にする必要もないお話ですが、あ、ついうっかりセンター試験と言ってしまいました。まずい、年がバレる。さすがに共通一次の世代ではないですよ私。世界の年間降雪量のトップ3はすべて日本。おめでたいのかおめでたくないのか、雪が降る量世界一と言われてもという話ですが、アメリカの民間気象情報サービスアキューウェザーによると、アメリカ、カナダ、日本などの北半球にある人口10万人以上の都市の年間降雪量を世界中で比較したとき、トップ3は日本の都市が独占していることが判明しています。年間降雪量は第1位青森市、第2位札幌市、第3位富山市、第4位カナダのセイントジョーズ、第5位アメリカシラキュース、カナダケベックシティ。なお国別の年間降水量では1位コロンビア、2位サントメプリンシペ、3位パプアニューギニアとなっており、日本は48位。意外と大したことはありません。ところで降水量第2位のサントメプリンシペってどこやねんと思った方、
アフリカの大湾曲部ギニア湾に浮かぶ火山島らしいですよ。多分一生行くことはないでしょう。せっかく行ってもおそらく毎日雨です。